はい、こんにちは、116インズです。本日12月11日は個人的に大事な日となっていまして、ちょうど昨年のこの日、私が初めて本格的に YouTube の投稿を始めた日なんですね。記念すべき1本目の動画は、マリナーズが正捕手であるオマー・ナルバエスをブルワーズでトレードした件について話したんですが、まぁ、ちょっと今見返すとよくこれで YouTube に動画投稿したなと思うようなクオリティではあるんですが、そこから割と自分にしては結構コンスタントに動画投稿することはできたのかなと、この1年を振り返って思いましたね。それもやはり1年前では到底考えられなかった、登録者1万人を超えて現在1万7千人の方に登録していただいて、非常に多くの方に見ていただいているというところがモチベーションとなっていますし、また動画に対して様々な反応をいただけている点も本当に励みになっています。今日まで1年間動画投稿を続けられたのは本当に視聴者の皆様のおかげだと考えていますので、本当にありがとうございます。2年目も引き続き、自分が面白いなと感じる MLB のテーマについて話していきたいなと思っておりますので、ぜひお付き合いいただけると幸いです。そして1周年企画として、すでにコミュニティの方では告知をいたしましたが、明日12月12日の夜9時から、当チャンネル初めての生配信を行います。まあ、正直何を話すかっていうところは全然決めていないんですけれども、視聴者の皆様と MLB に関する様々な話題について、気軽に話すことができたらいいなと思っています。ご都合の合う方はぜひ遊びに来ていただけると幸いです。また配信でこれについてぜひ話してほしい、この質問に答えてほしいなどありましたら、この動画のコメント欄に残していただけると幸いです。すべての題材、すべての質問に答えられるかは、ちょっと時間の都合上ですとか、様々な制約から難しい可能性もあるんですが、なるべく多く話せるように頑張りますので、そちらの方をコメントで残していただけると大変幸いです。それでは引き続き2年目もどうぞよろしくお願いいたします。